皆さん、こんにちは。英歴専任コースの河原です。2023分野別過去問解析プラスアルファ等連関という5回目の講義を行っていきます。では、お手元5回目の解説レジュメ準備してください。はい、また問題1使いましてプレ講義を行っていきます。5回目の解説レジュメの1ページ目、開いてください。はい、では問題1、問題文読んでいきます。さら地の鑑定評価について次の各設問に答えなさい。小問の1、さら地の定義を述べなさい。小問の2、中規模のさら地の鑑定評価額はどのように決定するか述べなさい。また、手法の適用における建物及びその敷地の取引事例の採用について留意点及びその理由を簡潔に述べなさい。小問の3、原価法の適用に際し次の各問に答えなさい。丸1、土地の再調達原価の求め方を簡潔に述べなさい。丸2、さら地の鑑定評価において原価法の適用が困難な場合を一つ例示し、その理由を簡潔に述べなさい。小問の4、当該さら地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積比べて大きく、分割利用することが合理的と認められる場合の鑑定評価において、比較考慮すべき事象について説明するとともに、留意事項を述べなさい。過去ただし基本式の記載は不要である。また、当該事象による価格を比較考慮すべき理由を簡潔に述べなさいとなっています。第5回の問題1は、格論第1章、さら地の鑑定評価について、配分法、原価法、あと開発法の基本的な知識を試す、直近令和4年度の本試験問題ですね。第4問、問題4ということになってきます。はい、だと音個性していきましょう。まずは小問の1。中心論点は、さら地の定義を述べるということになってきます。要はこれ、格論の定石は類型の定義から書き下る、その格論の定石をストレートに聞いているのが小問の1ということになってきます。この回答例模範回答例なので、さら地の定義2章の基準を引用するのみならず、上位概念としてさら地が、宅地の類型の一つなんだって位置づけと、あとね、定義プラスアルファさら地の特徴を一言示しています。さら地の特徴は、さら地は常に最有効使用が可能なんだってことですね。そういったキーワードをですね、示している模範解答例になっています。基本的にはこれ、格論の定石通り類型の定義から書き取っていく、その類型の定義をしっかりと述べるのが小問1第ということになってきます。で、小問の2前段は、さら地の鑑定評価の決定求め方なんですけど、ただ冒頭に中規模のって指示がありますよね。これ出題者の意図があります。単にさら地の鑑定評価額の決定を聞いてるんじゃなくて、中規模のさら地の鑑定評価額の決定について聞いています。これ題はどういった題だかって分かりますかね。要は大規模な場合に適用する開発法については小問の4で述べればいいので、小問の2においては開発法については触れる必要がないんだとの題がこの中規模という指示になっています。なので、講談だったり小問さんの上位概念として、中規模のさら地の鑑定評価の求め方、要は参照ですね、開発法以外の取引事例加工、収益還元法、土地残余法、さらには原価法ですね、参照を適用して同等に扱って関連付けて鑑定評価を求めていくんだということを簡潔に述べれば十分だったのが小問2前段です。ここで開発法に触れてしまうと、やっぱりですね、出題者はですね、やっぱりね、印象の悪い答案だと思ってしまいます。わざわざこう中規模のって入れてるのは、大規模の場合の開発法については小問の4で触れればいいので、小問の2においては触れる必要がないんですよって、そういった意図に気づいてほしかったということになってきます。問題文に基本的な意味のないところはないですからね。特にこういったわざわざこの中規模のって入れてるところと何か意図がありますので、しっかりとそういった意図をですね、掴み取ってほしかったということになってきます。で、小問2講談、手法の適用における建物およびその敷地の取引事例の採用に関する留意点、理由を簡潔に述べるのが講談中心論点ということになっていきます。建物およびその敷地の取引事例を採用する手法というのは、取引事例以下は具体的にはこれ配分法ですよね。なので、まずは上位概念として配分法の定義を7章基準を引用して示した上で、
さら地の鑑定評価で配分法を適用する場合の建物およびその敷地の取引事例の採用の切る類点というのは、これ各論一章の基準で示されてますよね。これ敷地が最有効使用の状態であるものを採用すべきなんだ。理由としましては、これさら地は常に最有効数が可能だからということです。そういったことをね、簡潔に述べてほしかったのが講談の題ですね。まあ、各論一章の基準をしっかりと引用して、一言をさら地は常に最有効使用が可能なんだって理由ですね、述べつつ説明するのが講談問いに対する答えということになってきます。で、小問3-1、中心論点は土地の最調達原価の求め方を簡潔に述べるということです。まずは上位概念として原価法の定義ですね。原価法の定義を述べた上 で土地の最調達原価の求め方、要は積み上げるべきコスト、7章基準で示されてますよね。土地の最調達原価というのは3つのコストを積み上げて土地の最調達原価を求めていくんですけど、3つのコストというのは素材となる土地、素地の標準的な、取得原価ですね。素地の取得原価、さらには造成費、付帯費用ですね。この3つのコストをですね、加算することによって土地の最調達原価を求めるんだとの基準がありますので、その基準をしっかりと引用することが大事です。まあ、プラスアルファ、地域が発展する場合には、熟成度加算ですね、行って土地の最調達原価を求めていくんだ、まあ、そういった記述もですね含めて、まあ、7章の基準をしっかりと引用すれば1、問いに対する答えということになってきます。で、2、さら地の鑑定評価において原価法の適用が困難な場合ですね、場面を一つ挙げて例示して理由を簡潔に述べるのが大事ということになってきます。ズバリ場面としましては、さら地は土地の評価において原価法の適用が困難な場合、キーワードはこれ規制市街地に損する場合ですね。対象さら地が規制市街地に損する場合、まあ、理由としましては、ずばり最調達原価を求めることができないので原価法の適用が困難になるんだって。規制市街地、最調達原価を求めることができない、こういったキーワードをしっかり示すことが2の題ということになってきます。で、小問の4、対象さら地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合、は大規模拡地の場合に比較考慮すべき処方というのは何かと言いますと、これ小問の2であえて割愛したこう開発法ですね。まずは開発法が比較考慮すべき処方なんだ、指摘した上で、で留意事項とともに説明していくということですよね。本問は分割利用が合理的と認められる場合ですよね。なので分割利用が合理的な場合の求め方ですよね。まあ、基準留意事項を引用して分割利用が合理的な場合の求め方を示しつつ、さらに留意事項としましては、まあ、基本式の記述は不要なんだって指示がありますので、こういった指示もしっかり確認しつつ、まあ、基本式以外の留意事項がありますよね。開発計画を想定する場合の留意点なんかが示されている留意事項がありますよね。ああいった留意事項を引用することが、これ問いに対する答えということになってきます。で、小問4、講談、この開発法がさら地の鑑定評価において比較考慮すべきものとされている理由ですね。これ典型論点です。しっかりとね、事前に論証を準備しておかなきゃならない典型論点ですね。ズバリキーワードは想定要因が多いということですよね。開発法というのは適用過程においてさまざまなことから想定していきます。想定というのは外れてしまうリスクがありますので、なのでワンランク下がって比較考慮ですね、想定要因が多い、そういったキーワードを示すことが講談問いに対する答えということになってきます。実際の令和4年度の本試験問題ですと、一番書きやすかったのがこの問題4だったんですね。なんで取りこぼしが許されないというんですか、しっかりと点数を積み上げていかなきゃならないですね。まあ、取りこぼしが許されなかったのがこのね、問題4ということになってきます。はい、で解答例見ていきましょう。10ページ開いてください。はい、10ページ開いてください。まずは小問1、さら地の定義を述べる上位概念から書き下っていきます。縦1、さら地の宅地の類型はその有形的類別権利関係の対応に応じてさら地、建付地、借地、原則地区、分地条件等に分けられるとなっています。
さら地が宅地の類型の一つなんだって位置づけを示して、で縦に、さら地とは建物等の定着物がなくかつ使用収益を制約する権利の付着していない宅地を言い、常に最優公所が可能であるので、さら地の鑑定評価に立っては当該宅地の最優公所を前提として把握される額を求めることとなるとなっています。定義プラスアルファ、さら地の特徴キーワードはさら地ドフリーな土地です。どんな建物でも建てれます。つまりさら地というのは常に最優公所が可能な類型なんだということになってきます。この特徴が様々な論点で理由付け、理論的根拠となってきます。この後もね、ここでしっかりと理由付けとして使っていきます。はい、で正文に移ってください。で縦1、中規模の更地の鑑定評価額は更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例も付け基準価格並びに土地残余本収益価格を関連付けて決定するものとする。最上達原価が把握できる場合には積算価格も関連付けて決定すべきであるとなっています。しっかりと問題文に即して本件は中規模の更地の鑑定評価額の求め方が問われてますので、開発をですね、大規模各地の場合に適用する開発を割愛した形で参照ですね、取引事例価格を土地残余法と、ね、原価法ですね、同等に扱って関連付けて判定評価決定していくが、簡潔に述べれば十分ということになってきます。でこの求め方の中にも、この建物およびその敷地の取引事例採用する場合というのは、この配分法が適用できる場合としっかりと示されてますよね。踏まえて縦に、取引事例がこの適用において配分法が適用できる場合には建物及びその敷地の取引事例を採用することができるんだという形で、上位概念的に配分法の定義を述べていきます。配分法とは取引事例が対象動産と同類型の不動産の部分を内包して符号的に構成されている類型の不動産にかかる場合において、当該取引事例の取引価格から対象動産と同類型の不動産以外の分の価格が取引価格等に判明しているときはその価格を控除し、ここまでが前半、いわゆる控除法と呼ばれるものです。控除法ですよね。または当該取引事例について各構成分の価格の割合が取引価格新規投資等に判明しているときは、当該事例の取引価格に対象不動産と同類型の不動産の分にかかる構成割合を乗じて対象不動産類型にかかる事例資料を求める方法を言います。後段がいわゆる割合法と呼ばれる方法ですね。しっかりと上位概念としてちょっと長めの定義なんですけど、配分法の定義を示した上で、でさら地の鑑定評価において配分法を適用する場合に建物にその敷地取引事例ですね、まあ、どんな事例を採用すべきなのかってことです。これ格論一生の基準をしっかりと引用していきます。次の段落、さら地の鑑定評価に立っては配分法を適用する場合における取引事例は、さら地は常に最優公所が可能であることに鑑み、敷地が最優公所の状態のあるものを採用すべきであるですね。しっかりと理由付けですね。冒頭で示した通り、さら地は常に最優公所が可能な類型なので、配分法を適用する場合の取引事例もね、建物エピソードの敷地の事例も敷地が最優公所用の状態にあるものを採用すべきなんだということになっていきます。しっかりとこれ、各論第一章の基準を引用していきます。でこの後加点自由です。なぜさら地について配分法を適用することができるのかですね、理由を述べていきます。これ加点自由です。さら地の基準価格を求める前に建物及びその敷地の取引事例を採用することができるのは、規制市街地においてはさら地だけの取引よりも建物等と一体となって取引される事例が多く、まずはこれ必要性です。規制市街地の場合にはさら地単品で取引されるよりも建物と一体となって複合不動産として取引されることが多い。その前にさら地の取引事例しかダメとなってしまうと、取引事例がこう適用が困難になってしまうわけですね。なのでやっぱりできる限り手法というのは適用すべきなので、これ、ね、配分法を適用する必要性ですね、生まれていきます。また敷地が最優公所の状態にある建物およびその敷地の取引事例を採用する限り、これに配分法を適用して求められる価格は基本的にさら地の価格と同一になるからである。これ許容性ですよね。この要件、敷地が最優公所の状態にある建物およびその敷地の取引事例を採用すれば、そこから例えばね、いわゆる控除法で複合不動産の取り価格から相手方の建物価格を控除すれば、残った価格はそれは敷地が最優公所の状態でも採用するので、基本的にはさら地価格と同じ価格となるべきね、そういった価格なんだ、これ許容性ということになってきます。まあ、これはあくまで加点自由で、しっかりとこのね、各論一章の基準をね、理由を示しながら
引用することが大事ということになってきます。はい、で正文さん移ってください。まずは上位概念として原価法の定義、縦位置伸びた上で縦に土地の最長脱原価の求め方です。土地の最長脱原価はその素材となる土地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の負担費用等を加算して求めるものとするとなっています。これイメージとしましては、土地の最長脱原価というのは農地林地を仕入れて造成し、更地、まあ宅地としていく、そういった場面です。土地を新たに作るってことですので、農地林地を取得して造成し、で更地、まあ宅地にしていく、そういった流れです。なのでまずは農地林地を取得する必要がありますよね。それが素材となる土地、まあ素地の標準的な取得原価ですね、まあ、農地林地の取得価格です。さらにそこに造成費とあとは負担費用を加算すれば、3つのコストを加算していけば土地の再調達権が求めることができるんだということになってきます。加えてある意味加点重的になってくると思うんですが、まあ、簡潔にですので初めの産業だけでもね十分だと思うんです。なお書き、なお土地についての原価法の適用において宅地造成直後の対象地の地域要因と価格時点における対象地の地域要因と比較し、公共施設、利便施設等の整備、住宅等の建設等により社会的経済的環境の変化が価格水準に影響を与えていると客観的に認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算することができるですね。熟成度加算ですよね。新しく駅ができて一気にですね、街並みが広がってくる、地域が発展する、この地域の発展分、地域要因の変化分というのは素地価格、農地林地価格に反映されていないのが通常です。でこれコストでも何でもないんですけど、この地域の発展分を土地の再調達原価に加えていかないと適切な積算価格になっていかないので、それを熟成度として土地の再調達原価に加算する処理がこの熟成度加算ということになってきます。では更地について原価法適用が困難な場合ですよね。逆に更地について原価法の適用が可能な場合、有効な場合というのはどういった場合かというと、それは鑑定評価額の求め方のところでも示されてますね。小物に縦位置求め方のところを見ていきますと、これ各論大賞の基準で再調達原価が把握できる場合にはこれ原価法を適用できて積算価格ですね、関連付けることができます。再調達原価がね求められる場合が更地について原価法を適用できる場合、じゃあ具体的にはと言いますと、まずはこれ適用が困難な場合書かれてるんですけど、まずは適用が可能な場合から入っていくと、こう対比的に深い理解アピールできる流れのある答案になっていきます。まずはね適用が可能な場合から触れていきます。正文さんの丸に見てください。対象動産が更地である場合においても、最近において造成された造成地、埋め立て地等で再調達原価適切に求めることができるときは原価法を適用することができるとなっています。これ7章の基準を引用して、最近において造成された造成地、埋め立て地等々の場合にはこれ更地土地であったとしても再調達原価求めることができるので、原価法を適用することができるんだということです。なので適用が困難な場合とね、これと逆の場面ということですね。しっかりと比較の視点を示した上で、じゃあ一方から見てください。一方、造成後長い期間を終えている規制市街地に損する更地については、その素材となる土地について近隣地域の周辺等に類似の取引事例がなく再調達原価を求めることができないため、原価法の適用が困難となるとなっています。規制市街地、まあ、造成後長い期間を終えている規制市街地、すでに町並みが形成されているですね、そういった地域です。そういった地域に損する更地については、素材となる土地、素地の素地について周辺に似たような類似の取引事例がないということですよね。この10ページ下で示した土地の再調達原価の求め方、まずはこの素地の標準的な取得原価、要は農地林地の取得原価を、ね、取得価格を求めていきます。これ通常取引事例価格を適用して農地林地の、ね、価格を求めていきます。なんですけど、すでに町並みが形成されている規制市街地の場合には、これ、素地価格、農地林地ですね。似たような取引事例でね、農地林地の取引事例がもうないわけですよね。
ことは取引所で価格を提供することができない、つまり素地価格、農地臨時価格を求めることができない、つまりこれね、土地について最長達原価を求めることができないということです。土地価格、農地臨時価格を求めることができない、つまりは最長達原価を求めることができないため、原価法の適用が困難となってくるんだということになっていきます。丁寧にまずはね、適用できる場合ですね、最近において造成された造成という埋め立て地、要は誰、最近において造成されているので、まだまだ、ね、農地臨時の取引地で収集することができて、結果土地価格を求めることができる、つまり最長達原価を求めることができるので原価法の適用が可能なんだ。一方で造成後長い期間を得ている規制地街地、すでに町並みが形成されてますので、土地価格、農地臨時について似たような取引事例がもうないということですね。取引事例がない以上、取引事例価格を適用することができない、つまり農地臨時価格を求めることができない、素地価格を求めることができないということです。つまりは土地の最長達原価を求めることができないため、原価法の適用が困難であるなということです。まあ、キーワードは規制市街地で、理由としては最長達原価を求めることができないですね。まあ、このあたりさえしっかりと示していれば、まあ、ここまで丁寧じゃなくてもしっかりとですね、合格点がついていきます。はい、で証文4を移ってください。証文2で割愛した開発層にを指摘していきます。当該更地の面積や近隣地域の標準的な土地の面積比べて大きい場合の更地の鑑定評価額は、前述した参照法によって求めた資産価格に参照の考え方を活用した開発層の価格を比較考慮して決定するものとするとなっています。7章の基準なんかもね、丁寧に引用しながら、大規模各地の場合には基準価格、収益価格、積算価格にこの参照法の考え方を活用した開発法による価格を比較考慮して、さらちの鑑定評価額決定していくんだということになっていきます。比較考慮すべき証が開発法なんだってね、ここで証文で読んでしっかりと指摘をしていきます。で本文は、分割利用することが合理的と認められる場合が前提となってますので、その求め方を、まあ、基準留意事項を引用して述べていきます。縦に、分割利用することが合理的と認められる場合における開発の価格は、価格時点において当該更地を区画割りして標準的な宅とすることを想定し、まずは基準を引用してどういった事柄を想定して開発を適用していくのか、しっかりと基準を引用していきます。対象更地を区画割りして標準的な宅とする、ね、分割利用ですね、標準的な宅地に分割していくことを想定し、でこの後基準をね続けてもいいんですけど、基準の求め方はちょっとね、やや不正確というか表現が足りないんですね。価格時点に割り戻すって表現が含まれていないので、なのでより正確に求め方をしている留意事項の方ですね、この後引用していきます。3行目から、再区分を想定した宅地の販売総額を価格時点に割り戻した額から、土地の造成費、発注者が直接負担すべき通常の負担費を価格時点に割り戻した額を控除して求めるものとするとなっています。収入から支出を控除していきますね。つまり、販売総額から造成費、負担費用を控除して土地の仕入れ値、更地価格を求めていきます。ただ収入支出いずれもこれ将来の収入支出ですよね。開発法というのは価格時点から将来にあたって開発計画を想定して適用していく章です。収入支出、将来の収入支出です。なので価格時点の更地価格を求めるためには、これ価格時点に割り戻して計算していく必要があります。なので収入支出、販売総額、造成負担費用、いずれも価格時点に割り戻した額、費用も価格時点に割り戻した額を使って計算求めていくんだということになってきます。でプラス留意事項ですね、これ開発計画を想定する場合の留意事項を引用していきます。で縦に、第2段落、この場合において再区分を想定した宅地は一般に法令上許容される用途用石率等の以下によって土地価格が異なるので、敷地の形状、道路との位置関係等の条件のほか、再区分した宅地の規模及び配置等に関する開発計画を想定し、これに応じた事業実施計画を策定することが必要であるとなっています。本文は分割利用を前提とした問題ですので、これしっかりと、ね、言った利用の表現割愛して除いた形で示すと、やっぱり第2に即した回答になってきます。
丸暗記じゃなくて、できればですね、この解答例のように言った理由の部分を割愛して除いた形を示すると、より答案に即した回答ということになってきます。丸暗記的な答案ではなくなってくるということになってきます。で、後段です。典型論点、比較考慮すべき理由です。たくさん見てください。開発法はデベロッパー等の投資再生産に着目した商であり、販売総額等の想定が適切に行われたときは、開発法の価格は参照によって求めた資産価格の有力な検証手段となり得るが、不確実性を伴う想定要因が多いため、それぞれの鑑定評価の意図は比較考慮すべきものとされているんだということになっていきます。まずは長所ですかね。開発法というのはデベロッパー等々の投資再生産に着目した商です。デベロッパーというのは採算が取れるように更地に投資をしてるでしょってことです。そういったデベロッパー等々の投資再生産に着目しているので、想定等々が適切に行われた場合には、参照法によって求めた資産価格の有力な検証手段となり得るんだ、つまり一定の規範性は認められるんだということです。ただってことですよね。ただ開発法というのは適用過程において不確実性を伴う想定要因が多いということです。さまざまなことから想定していきますよね。準備期間どれぐらいかけて、どれぐらいのマンション規模で分割して、でどれぐらいの期間かけてですね販売していくのかとか、いろいろ想定していきますね。想定というのは外れてしまうリスクね、不確実性を伴いますので、なのでワンランク下がって比較考慮との位置づけになっているんだということになっていきます。こうしっかりとですね、想定要因が多い、こういったキーワードを示すことが問いに対する答えということになってきます。はい。で、この例を選んでの問題を読んでいかれていたのはね、さら地の鑑定評価に適用する4章のうち、配分法、あとは原価法ですね、で証文の4で開発法ですね。で、4章なので残ってるのがこれ土地残余法ですよね。ちょっと慌てて復習においてプラスアルファ土地残余法を確認していきましょう。では4ページレジュメ開いてください。4ページ下、参考と書かれている、ね、土地残余法のところを見てください。7章留意事項に土地残余法についての記述があります。まずは第一段落から見てください。対象不動産が晒しである場合において、当該土地に最有効使用の賃貸を建物等の建築を想定し、収益還元法以外の章によって想定建物等の価格を求めることができるときは、当該想定建物にその敷地に基づく純収益から、想定建物等に帰属する純収益を控除した残余の純収益を還元利回りで還元する手法、土地残余法といいまして、で適用することができるんだ。第一段落は対象不動産が更地である場合の土地残余法についての記述が第一段落ということになってきます。で、第二段落また書き見てください。また不動産が敷地と建物等との結合によって構成されている場合において、収益還元法以外の使用によって建物等の価格を求めることができるときは、土地残余法を適用することができると示されています。第2段落は、不動産が敷地と建物等との結合により構成されている場合における土地残余法の記述です。こちらは、第1段落が、対象不動産の累計が更地の場合の土地残余法の記述でしたね。一方、第二段落というのは対象不動産が敷地と建物等の結合によって構成される複合不動産の場合です。これ累計としましては省略形で、これ建て付け地、これ借地権について土地残余法を適用する場合の記述が第二段落また書きです。建物ありきの建て付け地、建物所有目的の借地権、通常対象不動産、複合不動産であることが通常です。つまりまた書き第二段落というのは、累計が建て付け地、借地権の場合について土地残余法を適用する場合の記述がまた書き第二段落ということになってきます。で、5ページ上いただきまして、でこの第3段落まず見てください。第3段落で第4段落で基本式がありますよね。でこの
第三段落以降ね、こっから先、こっから先はこれ、さら地、建て付け地、借地権共通の記述がなされていると。これ共通のね、有効性と基本式です。第一段落は対象不動産がさら地の場合、第二段落は対象不動産が建て付け地、借地権の場合で、第三段落以降はこれ、さら地、建て付け地、借地権ですね、いずれの類型においても共通の議論が第三段落以降ですね。有効性見てください。土地残余法は、土地と建物等から構成される複合不動産が生み出す純収益を土地及び建物等に適正に配分することができる場合に有効であるとなっています。これ理論的根拠となる諸原則があるんですけど、4章受変代最近収集規適用のうち、この土地残余法の有効性と深い関わりのある諸原則は、土地と建物が協力し合って生み出した複合不動産が生み出す純収益を土地建物に配分するですね。協力し合って生み出した収益を土地建物に配分することができる場合に有効。これ深い関連有する諸原則は大丈夫ですかね。これ協力し合って生み出した収益をそれぞれの寄与度に応じて配分する。これつまり収益配分の原則がこの土地残余法有効性と深い関連を有しています。なんで土地残余法の有効性なんて聞かれた場合には、一言でいいので、どっかしらに収益配分の原則を活用してって形でこうね、入れ込めると深い理解ですね、アピールすることができるということになってきます。まあ、このあたりですかね。この土地残余法の後ぐらいに収益配分の原則を活用してみたいな一言入れられると、深い理解ですね、アピールすることができます。土地残余法というのは、土地建物それぞれの価値が寄与することによって満たされた複合不動産としての純収益を収益配分の原則を活用して土地建物にそれぞれの寄与度に応じて配分することができる場合に有効な手法です。土地建物それぞれの価値が寄与することによって満たされた複合不動産としての純収益をそれぞれの寄与度に応じて配分することができる場合に有効です。なのでもう一度4ページ下、第2段落、類型が建て付け地、借地権の場合の土地残余法の記述における4ページ最後のですね、最終行の最後から詰めてください。建物ということね、建物5ページ上、等が古い場合には複合不動産の生み出す純収益から土地に帰属する純収益が的確に求められないことが多いので、建物等は新築か築後間もないものでなければならないとなっています。これ対象不動産の類型が建て付け地、借地権の場合、土地残余法を適用する場合のある意味要件論ですね。建ってる建物、新築か築後間もないものでなければならないんだということです。要は建物というのはちょっと古いともうね、価値がほとんどなくなってしまいます。そうなってくると、これ土地残余法というのは土地と建物の価値がそれぞれ寄与することによって目指された一体としての複合不動産の純収益を配分していく方法ですよね。なんですけど、建物が古いとほとんど価値がなくて、つまり複合不動産が生み出される純収益、寄与しているのがほとんど土地の価値だけになってしまっていて、これ土地残余法を適用する前提が崩れてしまうので、土地建物それぞれの価値がしっかりと寄与しているってことが重要ですので、なので建物やっぱ価値がないとダメなので、新築が築後間もないものでなければならないんだ。これさら地の場合は関係ないですからね。さら地というのは4ページ、さら地というのは当該土地に最有効使用の賃貸用建物等の建築を想定して土地残余法を適用していきますよね。建物が建っていないので土地残余法を適用する場合には、さら地は常に最有効使用が可能なので、当該土地に最有効使用の賃貸建物等の建築を想定し、新築かつ最有効使用の建物を想定してさら地の場合の土地残余法を適用していきますので、これ常に新築であることが必要ですよね。なのでこの要件論はさら地には関係ないということでね、建物は新築か築を守らないものでなければいい、これ現況建物が建っているということを前提とした要件論、つまり建て付け地、借地権の場合に土地残余法を適用する場合のある意味留意点が、建物は新築か築を守らないものでなければならないんだということです。なのでさら地について土地残余法を適用する場合の留意点においては、この新築か築を守らないもの、これ関係ないです、引用してはダメです。一方で建て付け地だったり借地権について土地残余法を適用する場合の留意点が書かれた場合には、この記述ですよね、しっかりと示していく必要があります。
で、さら地の鑑定評価についてはぜひ対比をしてもらいたいものがありまして、9ページ今度は開いてください。9ページ開いてください。あ、すいません、土地残余法で言ってんだっけ。土地残余法の一般的な定義を記述しなければならない場合があります。つまりこの土地残余法の第一段落は対象動産が更地である場合の記述ですよね。一方第二段落は対象動産が建て付け借地権の場合の記述です。ではなくて、更地建て付け借地権共通の一般論的な土地残余法の定義の記述が求められた場合にはどのような記述をすればいいのかってことです。まあ、この基本式ありますよね。この基本式はこれ共通の基本式ですよね。なんでこの基本式の流れを定義にすればこれ共通の定義になっていきます。この基本式の流れをですね、文書化すればそれが更地建て付け地借地権共通の一般論的な定義になっていきます。それはこの更地についての土地残余法の記述、この4ページのこの2行目、収益還元法以外の手法によってってところから始まるところありますね。こっから以降の記述で、でこの想定建物の想定とありますよね。この想定、想定3箇所ぐらいですかね。これを取ればこれ一般論的な定義になってきます。要は土地残余法とは収益還元法以外の手法によって建物等の価格を求めることができるときに、建物及びその敷地に基づく純収益から建物に帰属する純収益を控除した残余の純収益を還元利回りで還元する手法なんだ。このあたりですかね。これで全ての類型共通の一般論的な定義になってきますので、ちょっと合わせてこの一般論的な定義もですね、記述できるようにこう確認しておいてください。この更地についての記述2行目後半からこの想定というところを除けば一般論的な更地建て付け借地権共通のこれね、基本式を表現文書化したものです。これ一般論的な土地残余法の定義となってきます。合わせてプラスアルファ確認しておいてください。はい、あと更地と対比してもらいたいのが9ページでね、レジュメ9ページ開いてください。ぜひこう建て付け地の鑑定評価と更地の鑑定評価でぜひ意識をして対比的に理解をしてほしいところになってきます。9ページ表面のところを見てください。まずは左更地から。更地というのはこれ常に最優公社が可能な類型なので、求めるべき価格もこれ最優公社を前提とした価格として求めています。例えばその土地5階建ての建物を建てることができるならば、5階建ての建物を建てることを前提とした価格が更地価格ということになっていきます。一方建て付け地、よくも悪くも建物が建ってますので現況建物の制約をね受けていきます。つまり建てる建物必ずしも最優公社とは限りませんので、なので例えばその土地本来ならば5階建ての建物を建てるようなそういった土地であるにもかかわらず、現況建ってる建物が3階建てってこともありえるわけですよね。でもこの3階建てを前提とした価格として建て付け地の価格を求めておく必要がありますので、つまり更地建て付け地両者の価格のね代償関係原則論は、原則は更地価格よりも建て付け地の価格の方が下回るですね。これが両者の価格の原則的な関係です。原則は更地価格の建て付けの価格が下回るですね。これが両者の原則的な関係です。ただ例外論がありましたよね。例外的に建て付け地の価格が上回る場合がありましたよね。具体的には2つ。まずは既存不適格建築物が損する場合です。例えば建っている建物が7階建てとかですよね。そういった場合にはこれ5階建てを前提とした更地価格を、ね、上回るですね。そういった例外的な場合。あとは現に稼働中の最有効使用の賃貸不動産が損する場合ですね。これ更地の場合には一体としてね、建物を建て収益を得るためには建物を建てていく必要がありますね。で建物を建てる間というのは家賃収入が入ってこないですよね。で建物を建てた後にテナントとか募集する必要もあります。一方すでに稼働中の最有効使用の賃貸を建物が損する場合には直ちに家賃収入が入ってきてテナントを募集する必要もない、リスクも少ないということですね。なのでこういった場合には例外的に更地価格も建て付け地の価格が上回るですね。こういった例外的な場合も考えられます。しっかりとね、
この例外の具体例2つですね、確認をしておいてください。あとで基本的な参照適用上の注意点、違いとしましては、まずは更地についての原価法の適用は、造成地埋め立て地等で再調達原価を求めることができるときに適用することができました。一方建て付け地、これ再調達原価を査定することができませんので、原価法を適用することができません。これ土地を作って建物を作った場合には、それ建物およびその敷地の再調達原価です。建物ありきの敷地なんてものは新たに作ることできません。つまりね、そもそも建て付け地というのはね、再調達原価という概念を把握することができませんので、原価法は適用することができません。次、取引事例確保ですね。更地については、更地の取引事例のみならず、これ建物およびその敷地の取引事例に配分法を適用して基準価格を求めることができます。で、更地は常に採用交渉が可能なので、採用する建物およびその敷地の取引事例は、敷地が最有効使用の状態のあるものを採用すべきということでした。一方建付地、まずはね、建付地の取引事例というのはないです。敷地だけ取引してしまうと、建物ありきで前提が崩れてしまいますよね。建付地は常に配分法です。常に建物およびその敷地の取引事例に配分法を適用していきます。ただ建っている建物必ずしも最有効使用とは限りませんので、採用すべき複合不動産、建物およびその敷地の取引事例は、敷地と建物との適用状態が同程度の、もちろん最有効使用ならば最有効使用、そうでないならば対象建物と適用状態が同程度の複合不動産、建物およびその敷地の取引事例を採用しなければならないんだということになってきます。では収益関係法、土地残余法、更地は建物がありません。ただ常に最有効使用が可能なので、最有効使用の賃貸を建物との建築を想定して適用するとなっていました。一方建付地、もう現に建物があるわけです。つまり現況建物の賃貸を想定して、過去の中、現況建物が賃貸中の場合、これ貸し屋建付地の場合です。貸し屋およびその敷地の敷地分も建付地です。そうなってくると、現況の建物はこれ賃貸されてるわけですね。その場合にはもう実際の賃貸収入にもついて土地残余法を適用していくんだということになっていきます。こう対比をして理解するようにしてください。じゃあ建付地の鑑定評価の求め方はどのように求めていくかというと、ちょっと6ページ開いてください。はい、6ページ下、建付地の鑑定評価参考のところを見てください。まずどういった評価として建付地の評価を求めていくかというと、場面としましては、じゃあね、本文見てください。建付地は建物等と結合して有機的にその効用を発揮しているため、建物等と密接な関係を持つものであり、したがって建付地の7ページ上、鑑定評価は建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地括弧飛ばしてについて部分鑑定評価をするものです。建付地の鑑定評価というのは、これ常に部分鑑定評価ね、複合不動産の敷地部分について、建物およびその敷地の敷地部分について部分鑑定評価として行っていくのが、建付地の鑑定評価の場面ということになってきます。では求め方、重み付けですね、第2第3段落見てください。建付地の鑑定評価は、更地の価格をもとに、当該建付地の更地と質の最有効使用の格差、更地化の難易度程度と、敷地建物等との関連性を考慮して求めた価格を標準とし、配分法に基づく基準価格、土地残余本収益価格を比較考慮して決定するものとする。ただし、建物にその敷地との価格、複合不動産価格をもとに、敷地に帰属する価格を配分して求めた価格を標準として決定することもできるとなっています。まずは更地価格に、要はこれ建付地補正を行って求めた価格ですよね。要はこれね、原価法的なことを行っていくということです。更地価格というのは、これ建付地の価格の上限価格で、ね、上限値です。上限値である更地価格から、基本は建物が建っていることに原価で、ね、建付原価を行って、まあ、原価修正を行って建付地の価格を求めて、こう原価法的な、ね、求め方で求めていくのが、これ1番目の方法です。で、あとは配分法に基づく基準が、常に配分法です。あと土地残余本収益価格、あとはこの複合不動産価格を配分して求めた価格ですよね。配分する方法なんて言われたりします。これはこの配分法、取引事例価格において適用する配分法、配分法というのは事例不動産に適用して事例資料を求める方法ですよね。配分法というのは事例不動産に適用して事例資料ですね、取引価格。一方、配分する方法というのは、この配分法を事例不動産に適用する配分法を対象不動産そのものに適用していくのが、この配分する方法です。
対象動産の複合不動産としての価格から控除法だったり割合法で立て付け値の価格ですね、対象動産の資産価格そのものを求めていく配分法を対象動産そのものに行っていくのか、これは配分する方法ですね。複合不動産価格を配分する方法によって求めた価格で、重み付けなんですけど、このさら地価格ベースとこの複合不動産価格をベースにする1番目と4番目を標準としてね、標準として、で配分法と土地残余法比較考慮との重み付けになってますよね。なぜかと言いますと、建て付け地というのは建物ありきの敷地でなかなか一般の人には説明が難しい類型です。一方さら地価格不動産価格というのは一般の人の分かりやすいですね、不動産です。で、さら地価格いくらいくらで、建物が建っていることによってこれぐらいの原価が発生しているので建て付け地の価格はいくらです説明すると、さら地価格から近づいているので分かりやすいですよね。同じように複合不動産価格いくらいくら で内訳として敷地分建て付け地の価格はいくらです説明すると、やっぱ複合不動産価格からスタートしているので分かりやすいですよね。なのでこの分かりやすい類型から求めていくさら地価格複合不動産価格をベースにする1番目と4番目を標準として建て付け地の価格は求めていくんだということになってきます。しっかりとプラスアルファですね、特にこうさら地と対比して建て付け地ですね、重み付けだったり、あとね、土地残余法だったりとかですね、そのあたりですね、しっかりと復習の際に合わせて確認をしておいてください。はい、以上問題1ということになってきます。ではしっかりと問題1ですね、手元の教材とともに問題1についてしっかりとね、1日くらいかけて復習をした上で、第5回の問題用紙と回答紙2枚ですね、準備して、1時間、時間を計っていただきまして、回答ですね、作成して解説ビデオにしてください。はい、では以上をもちまして問題1の解説を終了いたします。